と思うんですけど、6月になったらハモもありますからね、ぜひハモ食べてくださいね。で、あの PR してねって話なんですけども、はい、ラッシュグループはでございます。はい、それでは参りましょうか。さあ、淡路島といえば玉ねぎが有名ですけども、よさこいといえばラシューグループまでございます。この小祭り本部会場、エロい体験いっぱい踊っていきましょう。よっしゃ、緑の山と青い海が広がる淡路島、今回は2つがまだ別の歴史を歩んでいた頃のお話。海の神が拾った不思議な道具、そこから2つの歴史が始まります。さあ、淡路島、海の山のイメージした衣装をあつらえて踊っていきましょう。さあさあさあ、釣りしか知らぬ海の神、浜辺で何やら拾ったよ、しなった棒に一本線、さっぱりわからず、はて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 、ありがとうございました。淡路島のね、あの雄大な海と山の風景をね、